せじゃないよ恋は裸になった心証拠一人きり甘えていたのさよならしよう偶然じゃないよ恋は君なしでは解けなかったマジ何考えてる呆れてる泣きしめ最初のコーナーはこちらクイズ市岡麗奈のいいところ直してほしいところ西田さんに市岡さんのいいところを聞きましたねあいいところ、はい、はい。問題こちら地図が得意でほにゃららなところでは、はい、シンキングタイムスタート地図が得意で、では答えをお願いします、はい地図が得意で、何ですか？地頭がいい？違う。何ですか？あ、さよならに泳げないマーメイド、あなたのセリフ突き刺さる、立ち尽くす足までも痛い。あ、ずぶ濡れの泳げないマーメイド、孤独の揺れ惑う心たくでは続いてのコーナーはこちら市岡麗奈先生のお悩み相談室今年29歳になるのですが未だに高校生や大学生に間違われますひどい時には小学生にもどうやったら年相応の素敵な大人になれるのか教えてください年相応に見られたいならどうしたらいいんだろう諦める恋愛を繰り返す女の子の気持ち誰にでも分かっちゃうわ女の子ならいろいろと言うけれど輝きたいだけ私でもなれるかしら本物にお気に召すまま勝ち取ってフォーエバー冷めないでよフィーバー自由も込めて強くなるんだいつだってウェネバー胸張っていてオーナー不自由に触れて強くなるんだビヨンズ雨の森川を見たがせくるみバースデーイベントにようこそ最初のコーナーはこちら高瀬プロがあなたのショートレター代読します憧れの次長へお疲れ様です入社した時から右も左もわからない私に親身に教えてくださりありがとうございます次長の右腕になれるように精一杯努力してまいりますのでこれからもご教授のほどよろしくお願いいたしますPS 5月15日ですがどうしても外せない用事がありますのでお昼で上がらせてもらえませんか何卒よろしくお願いしますとのことです憧れの次長さん5月15日八千さんをお昼で上がらせてください雨が森を濡らして川が海へ注ぐように流したこの涙も地球を巡る雨が森を濡らして川が海へ注ぐように離れたその心もいつかは帰るサブチャンネル公開収録早速早口言葉ニュース原稿読んでいきたいと思います続いては宇宙からのニュースです火星探査車右耳にミニニキビ号が大発見ですこの発見でメール22通中20通がこの内容だったようで詳細は調査中ですが火星探査車クルーの市岡いっちゃんはこれはまさに初出場の勝者を描く神アニメだと興奮したそうです以上高瀬くるみがお伝えしました